皆さんこんにちは今回はもうすぐクリスマスなのでクリスマスネイルを考えてみましたチェック柄とチークネイルを組み合わせてみました今回の動画をご覧いただければこの2つのデザインができるようになりますので是非最後までご覧くださいそれではスタートということで2022年私のクリスマスネイルはこちらです 今回はネオコレクションのカラージェルとパーツを使います。アイシングジェルはセリアです。まずは親指のチェック柄ネイルのやり方をご紹介します。チェック柄ネイルに使うアイテムはこちらです。ネオコレクションのネコジェル A6 ボルド、F10 ソイミルク、ミラーパウダー、セリアのアイシングジェルです。 事前にプレパレーションとベースジェルを塗った状態から始めます。プレパレーションのやり方がいまいちわからない場合はこの動画でご確認ください。今回はベースをピールオフジェルにしました。ピールオフはジェルオフが楽だったりするので気になる方はこちらもぜひチェックしてみてください。ちなみに今私が気になっているのがネオコレクションのピールオフジェルです。またレビューしたいと思います。 ネコジェル A ボル A6 ボドーを塗ります。少量のジェルを薄く薄く伸ばしていくように爪全体に塗っていきます今回はクリスマスネイルということで赤色のネイルにしようと思いました真っ赤な感じのネイルも好きですが今回はその赤を柔らかい雰囲気に仕上げていきます このカラーはもともと少し透明感があり、固めなので薄く塗り伸ばすことでモわっとした色味になります。このカラーの本来の色味をご覧になりたい方は、動画の後半で使用したカラーの色味方もお見せしますので、最後までご覧ください。単色のムラがないベタ塗りよりも温かみが出ると思います。できたら硬化します。 猫ジェル F10 ソイミルクでラインを描いていきます。ラインを描くときにおすすめの筆はこちらです。シャイニージェルのライナーブラシです。この筆はずっと愛用しているお気に入りの筆で、ラインがとっても描きやすいのでおすすめです。説明欄にリンクを貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。まずは縦に1本ラインを描きます。 こんな感じでスーッと引くだけで綺麗なラインが描けます。次は横にラインを引きます。このまま最後まで引いてしまうと皮膚にジェルがついてしまうのでこのあたりで留めます。次に反対サイドからラインを引き始めつなげると綺麗なラインに仕上げることができます。 ラインが引けたら硬化します次はアイシングジェルとミラーパウダーで立体的なラインを描きますノンワイプマットトップジェルを塗ります全体をマットにしておくことで余分についてしまったミラーパウダーを払いやすくなります塗ったら硬化します 硬化するとツヤのないマットな仕上がりになりますセリアのアイシングジェルを使いますアイシングジェルで縦ラインを引きます硬化しないで続けて同じように横ラインも引きます皮膚につかないように気をつけて途中で止めて筆の角度を変え筆先でラインを伸ばします できたら硬化します。ネオコレクションのミラーパウダーを使います。こちらのチップが付属されています。チップにパウダーをつけて、アイシングジェルで描いたラインにこすりつけていきます。 そうするとこんな感じでメタリックな質感になります。パウダーが綺麗にのったら余分なパウダーを払います。ちなみにこのパウダーはゴールドですが、他にもこちらのカラーが販売されています。お値段は税込198円です。 固められたパウダーがしっかり入っているので、かなり長持ちしそうです。また、ケースを倒してしまっても、ぶちまける被害が少ないと思います。このままマットも可愛いですが、今回はツヤのある仕上がりにします。ノンワイプトップジェルを塗ります。全体に塗っていきます。 ミラーパウダーの部分は剥げやすいので、しっかりと覆うように塗っていきます。マットに仕上げたい場合は、ミラーパウダーのライン部分だけに塗ることでデザインが長持ちします。塗れたら硬化します。これで完成です。4本の線でできるチェック柄ネイルです。 ぼやっと塗った赤にチェックのデザインが温かみがあり、とってもクリスマスっぽくいい感じです。次はこちらのチークネイルのやり方をご紹介します。猫ジェル B10 ピンクベージュを爪全体に一度塗りします。少なめのジェルの量で薄く塗っていきます。 猫ジェルは塗るジェルの量で色味を調整できるカラーが多いです。ジェルの粘度はかなり硬めですが、自然とハケムラも馴染んでくれます。少なめの量で伸ばすように塗り重ねる方が綺麗に塗れる印象です。塗れたら硬化します。 次にベースジェルを爪全体に薄く塗ります。この時まだ硬化はしません。A6 ボルドーを使います。筆先にほんの少量を取ります。中央部分に色をのせます。 色をぼかすす。ように広げていきますベースを塗っていることでふんわりとした色づきになりますある程度なじんだら筆に残った余分なジェルを拭き取ります。さらにチークのようにふんわりとした優しいぼかしにしたいので中心の赤みを残しつつ周りを筆でポンポンと叩くようになじませていきます こんな感じでなじませたんですけど、刷毛跡が気になったので、ベースジェルで整えました。この時、えぐらないようにジェルをそっと置くようになじませます。塗るように刷毛を動かしてしまうと、ジェルをえぐってしまうので注意してくださいね。できたら硬化します。刷毛についてしまったカラーは、キッチンペーパーで拭き取ります。 これでベースとなるチークデザインができました。今から使うネイルパーツをご紹介します。こちらのパーツを乗せていきます。ストーン、パール、雪の結晶です。この雪の結晶のメタルパーツは品のあるゴールドです。個人的に好きな色合いでした。8つの形の結晶が入っていて可愛いです。 このパールも良かったです。ケース入りで6サイズ展開なのでアートに重宝します。このストーンはガラス製で輝きがとっても綺麗です。6サイズ展開で1440粒入りなのでかなりお値打ちです。私はオーロラも欲しいと思っています。では今のパーツでアートをします。ベースジェルをのり代わりに塗ります。 ストーン、パール、雪の結晶をこんな感じで乗せてみました。硬化します。ノンワイプトップジェルを塗って仕上げます。せっかく綺麗なストーンの輝きを半減させたくないので、ストーンは周りだけにジェルを塗り固定します。 パールや雪の結晶は取れないようにしっかり覆うようにコーティングします。特にメタルパーツは角が引っかかりやすいのでちゃんと埋め込まれているのを確認してくださいね。濡れたら硬化します。これで完成です。 チークのようにふんわり色づく感じが可愛いです。雪の結晶を乗せると冬っぽくなってクリスマスネイルにもぴったりです。他の爪もアートするとこんな感じです。チェック柄とチークネイルの組み合わせも可愛いですよね。ネコジェルのボルドーがふんわり色づいて血色のいい指先に見せてくれます。 真っ赤なクリスマスネイルもいいですがこのようにふんわりと色づく優しい雰囲気のデザインも個人的にとっても気に入っています使用したネオコレクションさんのアイテムは概要欄にリンク貼っておきます今回の動画のデザインが少しでもいいなと思ったら高評価よろしくお願いしますそれでは最後に今回使ったカラーの色見本をお見せします 1一度塗りと2度塗りで色の違いをご覧くださいそれではどうぞネコジェルル A6 ボドーを塗ります。赤紫よりの色合いで少し透明感があります発色もいいです塗るジェルの量や重ねる回数によって色味に変化が出せるので薄くしたり濃くしたりと調整がしやすいカラーです 一度塗りでは地図目が透けて見えて色味は鮮やかな印象です。二度塗りすると深みが出て大人っぽい印象の赤色に色づきます。光の当たり方によって渋く見えたりきれいな赤紫に見えたりと色の見え方が変わります。正直自分のイメージするボルドーよりは明るい印象でした。猫ジェル F10 ソイミルクを塗ります。 優しいいいいクリーミーミな色色合でで発色もいいです固めのジェルなのではけ跡が出やすいですがセルフレベリングがあるので綺麗に塗りやすいです一度塗りではやや地爪が透ける感じがありましたが二度塗りすることで透け感はほぼなくなりました。 固めの流れにくいジェルで発色もいいのでラインやアートに使いやすいと思います。クリーミーなホワイトなので他のカラーと合わせても馴染みやすくオシャレっぽいです。猫ジェル B10 ピンクベージュを塗ります。薄く白っぽいピンク色です。一度塗りでは地爪が透ける色合いでほんのりピンクに色づく程度です。 血色の良い爪に薄く白を塗ったような感じで爪をとっても綺麗に見せてくれます。下地カラーにもおすすめです。二度塗りしても地爪が少し見えるくらいの発色でピンク寄りの乳白色です。ワンカラーでも可愛いし他のカラーと組み合わせても使うことができる絶妙なカラーです。 いかかがでしたか今回は地爪めにクリスマスネイルをしてみましたデザインの参考にしていただけたら嬉しいです次回クリスマスネイル第2弾としてチップに5種類のデザインとそのデザインのサブアートを制作中ですので気になる方は是非チャンネル登録と通知音をよろしくお願いいたします最後までご覧いただきありがとうございました